ベースキャンプに来て、3、4日が経って、高所順応のために今あのカラパタールに来ました。石川直樹です。写真家で世界中を旅して写真を撮ったり、まあ、あの文章を書いたりしてます。2022年そのぐらいから、あ、こうやって連続して登っていった方が体の負荷が そこまで高くないし、いけるかもしれないなと思って、で、まあ、写真を撮るのが目的なんで、14個の山すべてで麓から頂上に至るまで写真を撮れたらいいなと思って、まあ、今14個の山をちょっとずつ登ってます。まあ、こうやって写真にもありますけど、やっぱりこう、まあ、日常の延長にはありながら、全然その生活とはかけ離れたあの環境なんで、まあ、いわゆる極地っていう環境ですよね。まあ、そこでは本当に見てるもの全てがあの驚きに溢れてるっていうか、こんな形の氷があったのかとか、こんなに美しい、まあ、朝焼けが見えるのかとか、ビジュアル的なものだけじゃなくて、自分の身体感覚としても、こんな時に自分はこんなに弱かったのかとか、でもこういう時に案外強かったなとか、いろんなまあ発見とか驚きがあって、8000メートルの登山って面白いなと思ったんですよね。一挙一動全てにこう意識的にならないと、なかなかコンディションをこう維持することができなくなっちゃうので、1ヶ月間すごい生きることに集中するみたいなあの感覚があって面白いですよ。まあ危なかったり怖かったりもしますけど、でも怖いっていう感覚とか不安だとかいう感覚は、そんななんかネガティブなものだと思ってないんですよ。なんか新しいものに出会ってるからそう感じてるんだっていうふうに思っています。1年か2年ぐらい前にあの依頼を受けて、それで何しようかってずっと考えてて、直前で8000メートル方登ってたし、じゃあこういう展示をやってみようかって数ヶ月ぐらい前にこれに決めたっていう。エベレストの頂上を目指していきます。まあ、誰もが知ってる世界で一番高い山ですけど、僕はあの23歳の時に登っていて、2001年ですね、8000メートルの山っていうのはこういうことかっていうのが少しだけ分かった。で、それからいろんな山に関心を持つようになったので、始まりの山っていう感じですかね。エベレストに向かう道のりが書かれてて、エベレスト街道っていうんですけど、山へのアプローチも結構大変なんですよ。日本みたいにいきなり登山口に行って登り始めるわけじゃなくて、山の麓に着くまでも1週間以上こう歩いていかなきゃいけないんで、まあ、そこに向かうルートの地図ですよね。これはあの世界で2番目に高い山なんですけれど、とっても登ることが難しくて、すごい鋭角な三角形になってて、カラコルム山脈っていうパキスタンにある、まあ、山脈に上にあるんですけど、独立峰みたいにすごいこう一つだけボコってこう尖ってるんですよね。平らな場所がほとんどなくて、休めるようなところがないので、どのルートから登っても結構リスクがあるっていうか、雪崩とか落石が多くて苦労しました。1回目はあの第3キャンプぐらいまで行ったんだけど、その第3キャンプを含めて全部雪崩で流されちゃって、荷物とかも全部なくなっちゃって登れなくて、で、ね、2回目の2019年はもう最後の4つ目のキャンプまで行って、あともうちょっとだっていう感じだったんですけど、ちょっと雪の状態が悪くて、それより先にロープが張れなくて危なすぎて引き返したっていうのがあって、でようやく2022年に登ることができたんですよ。8000メートル以上の山って14個あるんですけど、そのうちの13個に今まで自分は登ってて、でこの山だけまだ最後登頂できてないんですよね。
五三インタンという別名があって、牛とか馬も住めずに麦とかも枯れ果ててしまう場所みたいな意味合いがあって、すごいこう荒野にポツンとある山なんですよ。でちょっと最後雪崩とかが起こりまくって登れなかったんですよね。で今年の3月っていうか4月ぐらいにもう一回行こうかなと思ってるんですけど。まあ、まずベースキャンプっていうところに入って、まあ、だんだんそこから高く登っていって6500メートルぐらいまでは高所順応って言って、まあ、うまいことやると体が順応するんですよね。でそれより先に行くともうほとんど順応しないので、なんていうんですかね、なんかこう生きる意欲がだん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 低下していくっていうか、そういう感覚がありますよね。本当に麓から頂上までこう撮影をしたい、写真を撮りたいっていう気持ちがすごく強くて、なのでまあいろんな意欲は低下していくけれども、まあ、どうにかして頂上に立って写真を撮りたいっていう気持ちだけはまあ最後まで失われないので、まあ、少しでもこう上がっていってきちんと写真を撮りたいなっていう気持ちをまあ持ち続けるっていう感じですかね。未知の世界に出会いたいっていうふうにずっと思い続けてるんですけど、まあ、10代の頃から本を読むのが好きで、いろんな本当にたくさんの本を読んできたんですけど、その中でまあ写真集とか、まあ、写真が入った本とかもあって、写真を見ながらあそこに行ってみたい、こっちに行ってみたいっていう気持ちがこう湧き上がってきたので、自分もいろんな場所に行ったらきちんと写真を撮って、こうやって写真展をしたりとか写真集にまとめたりして、まあ、誰かがこう一歩踏み出すためのなんていうかな、ちょっとちっちゃなきっかけにでもなればいいかなと思って写真を撮ってます。というか写真というものを選びました。自分のやっぱり体が反応した時に撮るっていうことで、なんかこうもったいぶらないというか、たくさん撮るし、自分がこうすごいなとか綺麗だなとかわーって思った時に必ず撮るようにしてますけど、知ってるつもりになるべくならずに、いろんなものに反応して常にまあなんかこう開いてるっていうか、あんまり壁を作らないみたいな風にしておこうとは思ってますけどね。まあ自分の考え方の軸は持ってるけれども、周りにこうなんとか溶け込んでいく、業に行っては業に従えみたいな考え方は常に持ってますね。旅人って必ずそのなんていうかな、コミュニティに入っていく側の立場で、こっちに大きなものがあったらこっちの小さい側なんで、ここに迷惑かけないように、なるべく文化とか習慣を、まあ、壊さないように、そういう感覚でやってると順応しやすくなるんじゃないかなと。最高にまで持っていかなくても最低じゃなければいいと思ってるんで、まあ、常になんか普通でいるっていうか、例えばまあすごいじゃあ高い難しい山に行くって言ってもむちゃむちゃ気合い入れすぎないし、なんか日比谷公園に行くって言っても気合を抜きすぎないみたいな、まあ、だから山に行こうが町に行こうが普通みたいな、それが自分の感じかな。どっかでむちゃむちゃ力入れるとかって感じがないっていうか、ね、そういうふうに雪崩とかはどうしたって怒っちゃうんだけど、でもやっぱり自分の中でやっぱり一つやり残したことがあるみたいな感じなんで、行きたいですね今年。まあだってもうやらなくっていうふうにしたらそれで終わっちゃいますからね。やっぱりなんかすごいモヤモヤしてるっていうか、なんであそこで雪崩が起きたのかとか、自分は撤退したけど、もし進んでたらどうなっていただろうとか、もう一回行った時に、自分はこう冷静な判断ができるだろうかとか、まあ、いろんなことちょっと考えちゃうんで、もう一回やんないと前に先に進めないなと思ってあります。
Thank you.